ナイス。はい、こんにちは、こんばんは、ゆうなです。今回はライトボウガンの全属性弾対応装備を紹介したいと思います。私は攻撃種がないので属性強化がマックスになっていますが、攻撃種があればあと2つ攻撃種を入れてもいいかもしれません。今装備している防具はレウスヘルムベータ、レースメールベータ、カイザーアームベータ、オーグコイルベータ、キリンレガースベータ、5石は渾身の5石2をつけています。装備スキルは属性強化、装填拡張、弱点特攻がそれぞれマックスになっています。シリーズスキルは快進撃、属性がついています。では装飾品を見ていきましょう。このように装飾品を変えれば各属性弾に対応できます。ここに超会心をつけたいので、超真珠があれば渾身珠と交換したいですね。会心率は武器のカスタム強化で補えます。はい、では早速試し撃ちをしてみましょう。十分に火力も出ていますね。運用コスト等を考えると通常弾の方がいいという方もいらっしゃると思いますが、ウラガンキン、バルハザク、ディアブロス、あとネルギガンテとか弱点部位が狙いやすくて属性弾の効果を最大限に活かせるようなモンスターには特におすすめです。はい、ちょっとねウラガンキンさんでも試してみました。先ほども言ったようにまだカスタム強化してない状態なんですが、それでも火力は十分に出ていると思います。このように物理肉質は硬いけど属性ダメージは入りやすいといったモンスターには特に有用なので、この全属性弾対応装備一式揃えてみてはいかがでしょうか。ご視聴どうもありがとうございました。また次の動画、また次の配信でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャー。